市原英二の花万歳。今日は寛容男子全員集合。男前寛容にチャレンジします。さあね、始まりましたね。今日はですね、もうね、2階のね、あの寛容コーナーをもう今片付けてます。思い切ってね、もうね、このごちゃごちゃ、もうむちゃくちゃですわ、ほんま。ここをね、なんとか改良して、今日はね、男前男子に、店のね、2階に来てもらおうと思って、必死で、寛容ね、男前寛容風に、ちょっと変えていきますので、一つよろしくお願いします。まずはですね、バッグをね、アジアンテイスト風に変えてみました。こんな感じですね。もう、なんとか工面して、アジアンテイストでやってみました。そして、花リンクスさんにね、今日はね、提供してもらった鉢を、男前観葉風に仕立てていきまーす。まずはね、今日使った観葉植物、第1弾、ポニーテールですね。それから、フランスゴム、かっこいいでしょ。そして、シェフレラ、香港。それから、モンステラ。それから、アンスリウムですね。そして、じゃあ、ソングオブジャマイカ。はい、植物男子の皆さん、男前観葉インテリア、ようやく完成しました。やっぱりね、この男前観葉といえば、このポニーテールですね。やっぱりね、この花リンクスさんのこのモンステラ柄の、鉢に、この男前観葉、ポニーテールですね、これ。この葉っぱが、このポニーテールの感じ。これがね、ポニーテールかっこいいでしょ。そしてこの僕、男前観葉には、やっぱり、このポニーテールが一番いいんじゃないかと思います。この、花リンクスさんのモンステラ柄の、鉢ぴったりですね。そして、男前観葉第2弾、フランスゴムですね。もう丸い可愛い葉っぱ。そして、インテリア性を高めるために、この螺旋。かっこいいでしょ？この螺旋のフランスゴム。そして、青っぽいので、下は、白っぽい、このモンステラ柄。見てください、これ。そして、これはね、次はね、パープルコンパクターですね。はい、見てください。こんな感じ。黒いね、葉っぱ。ドラセナですね、パープルコンパクター。茶色い葉っぱ。そして、続いていきますね。シェフレラ、香港、花木。ちょっとこう自然仕立てになってます。こちらからね、見ますとこんな感じ。螺旋でね、右に。そして、なんかこう、これもね、ファイバーセメントなんですね。花リンクスさんおすすめのファイバーセメント。これはね、外で行けますので、香港と、ユッカはですね、本当はね、外でも行けますので、このファイバーセメントの鉢に、投げ込みました。こんな感じ。ユッカもね、枝がついてかっこいいでしょ。エレファントユッカ、やっぱ男前観葉にはね、エレファントユッカ似合いますね。そして、ファイバーセメントですね。そしてファイバーセメントのシリーズ、やっぱりジャマイカはかっこいいね。枝がこう散ってね、ソングオブジャマイカ。はい、これもね、石の風の感じで、やってます。これもファイバーセメント、ブラッキトン。面白いでしょ？葉っぱもパキラみたいで。そして、やっぱりね、このモンステラ柄と、このアンスリウムの、でかい花、めっちゃ合うと思います。こんな感じ。男前観葉に赤と白で決めてみました。そして、最後はね、やっぱり、今流行りのこの、ハラリンクスさん一押しのこの真っ赤な鉢にオブジェとしてこのモンステラを使ってみました。そしてこちらから最後、ウェルカムっていうことで、完成です。ゆっくりね、
男前寛容ご覧ください。そしてね、蜂の方のね、解説はですね、以前の動画を貼り付けておきますので、田中さんの解説をまた聞いてください。ありがとうございました。ハナリンクさん。それではですね、男前寛容を見ながら今日はお別れしたいと思います。ハナリンクスさん、本当にありがとうございました。今日はこれ綺麗な、やっぱり盆栽柄、僕これが一番好きです。はい、それではですね、ハナリンクスさんの鉢を見ながら今日はお別れしたいと思います。本日のご視聴ありがとうございました。寛容男子、喜んでもらえるかな。